まゆめ研究室の助教の小田です。物性研究所中性子化学研究施設まゆめ研究室では、高分子ソフトマター材料の構造ダイナミクス研究を行っています。現在の主なテーマは高強度高分子材料の強靭化メカニズムです。近年ナノレベルでの構造制御によって高分子材料の力学強度は飛躍的に向上しており、そのような高強度高分子材料の材料は生体医療応用やソフトロボット開発への応用が貢献が期待されています。で、私たちはこのような高強度高分子材料の強靭化メカニズムを調べるために変形下におけるナノ構造ダイナミクスを中性子昇格散乱法および中性子純断線散乱法によって測定しています。でまた観察されたナノ構造ダイナミクスとマクロな力学破壊挙動の相関を調べることで、力学物性の発現メカニズムを解明し新規高分子材料の分子設計指針を探索しています。で実際に引っ張ると、高分子差が結晶化して頑丈になるゲルの開発に成功しています。で本材料は頑丈な、ゲル電解質膜としてフレキシブル電池への応用が期待されています。でその他にも食品に使われる多糖ゲルのナノ構造解析によって食品のテクスチャー制御を目指した研究も行っています。で、まゆめ研究室では柏キャンパスの実験室にて化学合成、力学試験、NMR 測定などを行う環境を整えています。また茨城県東海村にて中性子昇格散乱、中性子スピンエコー、X 線昇格散乱測定によるナノ構造ダイナミクス解析を実施しています。ラボツアーは実験室 A574 室にて行います。で本日都合によりまゆめ先生は不在ですが、まゆめ先生との個別相談も随時実施していますので、こちらのメールアドレスにいつでもご連絡ください。以上です。